大和二町は、青森県津軽地方の南端に位置する町。競技スキーのメッカであるアジャラ山を擁し、オリンピック選手を多数輩出してきたスキーの町である。山間に流れる岩木川の支流、日向川に沿って、町が展開する。豊かな自然と緑に恵まれた、スキーと温泉の町。アジャラ山にある、大和二温泉スキー場は、 FIS 公認の甘い家国際コースを有しており、全県、全国規模の大会がよく開かれている。2010年6月27日に実施された、町長選挙では、町を2分する選挙となり、現職の二河原和夫候補と新人の山田俊信候補の得票数が3524票の、同数となった。そのため、青森県内の市町村長選挙で、 初めてのくじ引き抽選が行われ、山田候補が初当選した。総合保養地域整備法に基づきバブル景気時代に建設された温泉レジャー施設、スパガーデンユートピアを運営する第三セクターはバブル崩壊とともに多額の債務を生み出した。その損失保障が主な原因で、大和二町は平成21年度より、 財政健全化法に基づく早期健全化団体となったが、平成27年度に健全化完了となった。当初の財政健全化計画では、人件費削減や固定資産税の改定により、総計6億円余りを捻出し、平成24年度までに将来負担比率が早期健全化基準を下回ることを目標としていた。 平成23年に損失保障を第三セクター等改革推進債の発行によって賄うこととしたため長期にわたり実質交際費比率が早期健全化基準を超過する見通しとなり財政健全化計画を令和3年度まで延長する変更を行ったが財政改善により繰り上げ召喚が可能となり計画の大幅な前倒しが実現した 実際の施策としては、職員数削減や給与、議員報酬の削減による人権費抑制が大きく、ついで都市公園施設に対する指定管理者制度の導入や運営休止による経費節減、固定資産税の改定による歳入増加などが金額的に大きな効果を上げた。財政悪化の原因となった施設群は、 2019年に解体に向けた調査に向けた資産が行われる予定であり、負の遺産の整理が進められている。財政問題は、近隣市町村との合併にも影響があった。広崎市を中心とする中広南黒地区での合併の検討の際には、多額の負債が問題となった。結局、旧小野江町、旧平賀町と、 道路では接続のない旧イカリガ村が、ヒュガワ市へと合併したが、その間に位置する大和二町は合併しなかった。大和二郵便局平成27年国勢調査より、前回調査からの人口増減を見ると 11.、11.86%減の9676人で、あり、増減率は、県下40市町村中33位。 大和二本泉駅、大和二本泉駅と大和二駅は、両社で駅名が異なる共同使用駅となっている。路線バス高速バス、大和二町地域交流センター、ワニカム大エン大和二町では1923年末、アジャラ山にスキーコースが整備され競技が盛んになった。2010年までに競技者として9人の東京オリンピック代表選手を輩出している。 1932年レ、レイクプラシッド大会1936年、ガルミッシュパルテンキルヒエン大会1952年、オスロ大会1964年、インスブルック大会1968年、グルノーブル大会1972年、サッポロ大会1984年、サラエボ大会2002年、ソルトレイクシティ大会2006年、トリノ大会20年、 バンクーバー大会、ありがとうございます。